これ先生、具体的に、まあ、医療界というのはもうさっき申し上げたように、まあ、感染が広がってみたいなイメージなんですけど具体的に今、4月大体いい3割減収みたいなイメージがすごく多いんですけどこれ,これからどんどん,どんどんコロナが広がったり緊急事態宣言が延長になるわけですから4月、5月、6月ぐらいまでこういう状態医療機関が続くとすみません経営上どういうことが起こるんでしょうか。 いやもうこれ、えっとまあ、要は結局、給料が払えないとかですね、薬が買えないとか、電気代が払えないとか、恐らく多くの病院でそういう状況になると思いますね。うん、これがおそらく6月、早ければ6月、というのは4月の診療報酬がですね。はい まあ割と大体どうだろう、1000、え、床、ーまあ、クラスの病院であればです、ね、はい、5億、6億減ると思うんです。こういうい病院全国に何百とありますすよねねそ、うん、それでで月だ億の分がが本来入ってくるはずが もう入ってななななくるるわわけのので、うん、でも出る分は変わらないのでコストは変わらないんですよね、逆にコスト上がってますよね、コスト上がってるんです、上がってて収入だけ減るから、うん、そうすると完全に資金ショートで、東大も頑張っても10月かなと思うんですね、はああの他の大学の資金をかき集めたりしてもですね。と、はあ、しくないんですけど、病院の経営というのは、もともと内部利用がたまるような仕組みになってないんですよねななっってていんでですすよもう先生ごめんん診療報酬ってですね。うん そんなに貯金がどんどんできるようにはなっていなくて、うんうん、ある意味、入りと出が大体とんとんだろうというところで、診療報酬って計算されますので、ですねうん、うん、でこれは厚生労働省があの決めるということで、で我々のような大学病院とかって自由、自由診療ってなくて、ですね、うん、もうほとんどそういったあの国の診療報酬に,に基づいてのお金の流れになりますので、ですねそうなんですよね。これなんで今回政府は 補正つけなかったんですか、ね、まあ1490億円はつけてるんですけど1190億円では僕は全然足りないと思ってんですね。そうですねあの。まあこれはでもそもそも論で、うん、こういうパンデミックが起きた時にですね、うん、一番大切なのは国民の命を守ることそのためには重症化を防ぐこういった特殊の病院のような病院を維持するということですよね。はい、でそのためにはちゃんと そ,のそういった医療資源を確保しておくとかです、ね、うん、それから二次医療圏、一次医療圏、それからまあ民間の施設のような形で、トリアージをきちんとするようなすね。によって、 あの大病院、国立病院、大学附属病院のところにがきちんと崩壊しないような仕組みを作んなきゃいけなかったんでしょうね。で、おそらく今、いろいろ調べると、ドイツとか韓国は、割とそういったことを想定した対策とか、政策を取っていったということが明らかで、うん、日本の政府はそこの対策は非常におろそかだったというのは、これはもう事実だと私は思ってるんだよね。いい 結局、そこのお粗末だったことによって、医療機関があいきなりこれ、受け入れてくれと言われて、当然、準備もしてないので、うん、これは国の施策ですから、うん、各医療機関がはあの決めることじゃないですよね。うん 国がきちんとそこのパンデミックを想定した医療政策を立案すべきだったのを怠ったことによって、うん、こういった医療機関にものすごい幸せが来てるわけですよね。そうです一気に来てますね一気に来ているし、これ、僕、本当、思うんだけど、あの3密を下げましょうって言ってね、うん、その人との,ふかかあの、まあ、触れ合う力 ことすらダメなのに病院の人ってその病そのコロナの患者を治療しにいってるわけですよね直接ね、はい、直接診断して触れてってやってるわけでこれ全然こう一般の病院外の人と病院の従事者って全然違う次元で生きてるわけじゃないですかもう今そうですそうですうん本当に、うん、そうですそうですうん本当に戦場に赤髪で行って、うん、あの、うん、要は日あの ね、戦場に赴けと言われていってるようなのが医療従事者であって、うん、それ以外の国民なのに、うん、今回の補正の,その10万円給付とか、事業者100万円とかって見てたら、あれ医療機関と印象と一緒なんですよ。そうなんです医療機関もあれ、100万、200万の、ね、持続化給付金ね、同じ対象にしてるんですよ。同じでしょだから政府ととして医療機関というものもの 飲食と変わらないっていう一時系なんですよ。基本は。うん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 。これはおかしいだろうというのは、私はもう強く言いたいところなんですよね。あのー、実は我々今回の補正予算ではですね。その、もともと医療券売の支援交付金って千四百九十億ついてたんですけど。これでは絶対足りないということで、これ一兆を増やせと言ってたんですね。で、これは医療従事者の危険手当等も作れって言ってたんです。はい、これ今まさに先生おっしゃるように、まさにあのー。 コロナの戦いの現場に入られるわけですからリスクを冒してですねで今は残念なことにそういった医療従事者さんに対するヘイトとか差別まで起こっていて非常に今僕はそれについては、まあ、残念な思いをしてるんですけれども1490億円足りないとでもそれはですね基本的には PCR 検査の体制も強化しなきゃいけないし人工呼吸器も作らなきゃいけないし。 さらには医療従事者の防護服等も作らなきゃいけないと、このお金だけでいっぱいなわけですよ、これ、もう月並みなことを言うので、あまり政治的で嫌なんですけど、1.7兆円、GoTo キャンペーンでもコロナが収束した後の旅行券とかにお金を予算つけるんだったら、それは医療機関にまず安心して医療やってくれって言って、お金つけるのが、優先順位としては政治の役割ですよね。いや本当にそう思います うん、なんでそういう発想にならないのかが、僕は実はよくわからないんですよね、うんでまあ、先生もご案内の通り副り、官房副長官もされてるからでしょうけど、これ、大学病院をじゃあ、文科省がね、うん、そこフォローしますかって、文科省、これできないんですよねねでできない厚労省も、この医療機関の,あの,その医療用具とか防具を買うっていう予算請求ができても、うん、この、 収入分の本質補填とか、資金繰りの支援っていうのは、厚労省はやったことないし、うん、そんなこと。やったことないですね。厚労省だけでは担げないですよね。うん、本当に小泉内閣の構造正規なき構造改革で、毎年2200億円の医療費が削減される。うん、他方、本当の実質かかっている医療費は毎,月毎年増えていくっていう中で、うん、ほとんどの医療機関が崩壊しかけてたんですね。うん あれを民主党が当時、中心となって、でも実はあれ、超党派の議員でされたんですけども、あれで診療報酬を変えようと、うん、それから救急医療に手厚い、はい、あのそれから難病,難病とかですね、すね高度医療とかですね、はい、そういったことに診療報酬を手厚くしようという改革をされて、うん、あれで医療界は実は救われたんですよねあれ、ずいぶん本当に病院経営があの、まあこ、言い方変ですけど、 余裕ができたというか楽になって安定的に病院経過ができるようになったとそれはイコール患者さんに対するフォローができるようになったと同じなのでね。 そうなんですもうあそ,、はい、あそこまでは、もう実は研究も実はかなり、研究の資金も出ないし、診療もできない、教育もできないという形で、も医療界、医学界を含めて、非常に危機的な状況だったのが、あれは実は政治の力で解決していただいたんですね。うん、私、当時、国立がんセンターの、まあ、理事長、特に補佐っていう立場で、はい、ンセンターにいましたけども、本当にあの診療報酬を書いてて、劇的に変わりました。まさに 新型コロナ感染の懸念、歯科医院の5割が危ない理由っていう記事が出されて、今この撮影しているのが3月7日の19時なんですけども、今この19時の時点で、Yahoo ニュースの雑誌アクセスランキングで第1位になってるんですね。おそらく多くの方がお読まれになって、歯科業界にも結構大きな影響あるんじゃないかなというふうに思いましたので、歯科医師という立場からこの記事にコメントをさせていただきたいと思います。歯科医院は新型コロナウイルス感染のリスクが高いのか、 まず一番のポイントである歯科医院は新型コロナウイルス感染のリスクが高いのかっていうことについてなんですけどもこれに関してはリスクは高いと言えると思いますその理由としては今判明している新型コロナウイルスの主な感染経路が飛沫感染と接触感染だからです歯科治療の多くは患者さんの口腔内に対して行われるため医療機関側がたとえ適切な感染予防処置を取っていたとしても唾液が飛んでしまったりとか お口の中のウイルスが飛散するリスクは他の施設に比べて高いというふうに言えると思います新型コロナウイルスの感染を調べる PCR 検査の体制拡充に向け厚生労働省は検体の採取を医師だけでなく歯科医も可能にすることを決めました地域の医師会が運営する検査センターなどで医師などの確保が難しい場合は研修を受けた歯科医が検査可能だとしています これまで検体採取は医師法の定める医療行為に当たるとして歯科医は行えないと解釈されていました。